岩崎宏美の万華鏡って歌のレコードに女のうめき声が入ってるとか。やっぱり資料室にあったよ。何？あの歌、電話をかけてきた視聴者が聞いたことがあるって言ってたんで調べてみた。こうマッチを吸って炎をかざしてお前の秘密を知ってるぞって。マッチを吸りましょう。怪人赤マントの話って知ってる？これ赤いちゃんじゃん。トイレの花子さんもそのバリエーションかも。昭和44年全学連が成田空港の建設反対、沖縄品、ベトナム戦争反対、各地大学のバリケードでバリと抗議、有名な浅間山荘事件を起こした連合赤軍の山岳ベースの戦30名のメンバーの12名を総括リンチ殺人です。ちょっと何やってんだよ。僕ら呪われたんですよ。このまま焼け死ぬんですよ。取材なんてどうかしてますから。事件が起きてるのに語られないままでいると怪談が生まれる。物語が語られたがってるんだよ。人体自然発火現象じゃないと人は燃えるんですよ。戦後史上最大の大革命。